ウィリアン・ジョゼ・ダ・シューバは、ブラジル・ポルト・カウボ出身のサッカー選手。レアル・ベティス所属。ポジションは FW。CRB のユースチームでキャリアをスタートさせ、2008年に、クレミオ・バルエリエ移籍。2009年8月1日に行われた、ボタフォゴ FR 戦で18歳で、プロデビューを果たした。2011年、ウルグアイのデポルティ・ボ・マルドなどへ完全移籍。 同年にレンタル移籍したサンパウロ FC ではコパスダメリカーが優勝を経験した。2014年1月8日、レアルマドリードカスティージャへレンタル移籍で加入。3月15日のレクレアティーボエルバ戦でハットトリックを達成した後にトップチームに招集され、5月11日のセルタデビュー5戦でカゼミーロに変わり、プリメーラディビションレビューを果たした。 レアルサラ5歳の1年間のレンタル期間を経て、2015年7月30日に、昇格組の UD ラスパルマスへ、シーズン終了までのレンタル遺跡で加入。12月12日のレアルベティス戦で一部初ゴールを記録。最終的に9得点を挙げ、クラブの残留に貢献した。2016年7月31日、レアルソシエダへ完全遺跡。 同年9月9日の RCD s パニョール戦で挙げた同点弾がソシエダでの初ゴールとなった。11月27日の FC バルセロナ戦では先制点を挙げ勝ち点1ダッシュに貢献するなど12得点4アシストでチーム内得点王に輝き、翌2017から18シーズン序盤に契約を2022年まで延長した。 2021年1月23日、ウルバー・ハンプトン・アンダラーズ FC に2020から21シーズン終了までのローン移籍で加入したことが発表された。2021年8月26日、2021から22シーズンは、レアル・ベティスにレンタル移籍することが発表された。U-20 ブラジル代表として2011年に開催された。 南米ユース選手権と U-20 ワールドカップに出場し優勝に貢献した。ありがとうございます。